平野紫仕様、金プリ卒業後の新たな挑戦。音楽とダンスで世界を魅了。エルジャポンのインタビューで明かす未来。2023年9月28日、エルジャパン、エルジャポンの11月号が発売され、その中で元キングプリンスへの平野仕様、26が初の仕事として登場しました。 ジャニーズ事務所を退所した平野耀の新たなステップに注目が集まっています。彼が示唆した金プリからの完全卒業について、そしてその新たなリスタートについて詳しく探ってみましょう。平野耀の新たなステップ。平野耀は2023年7月7日に元金プリの神従寺裕太25 とともに、滝沢秀明氏41が立ち上げた事務所、戸部に合流しました。そして、9月末には同じく元金プリの岸優太28との合流が濃厚とされています。これにより、かつての仲間との再会が期待されています。音楽活動の兆し。 2023年7月13日に発売された女性セブンによると、平野潮はソロ曲の制作が急ピッチで進行中であり、シンガーソングライターも楽曲制作に携わっていると報じられました。これは平野が音楽活動に本格的に取り組む兆しと言えるでしょう。新たなコラボレーション。 また、平野耀は振付師のリーハタトップのコラボレーションダンス動画を公開し、そのダンスの才能を披露しました。これは、神宮寺ゆ太や岸優太との活動に加え、ソロ歌手としての新たなステージに向けた布石と言えるでしょう。エルジャポンでのインタビュー。エルジャポンのインタビューでは平野耀は自身の音楽活動について次のように述べています。 活動を続けているとイメージが固まってしまう面はあると思うのですが音楽ではいい意味でそれを覆したいと思っています。この言葉からは平野が自身の音楽活動において新たな方向性を模索し、金プリのイメージを一新しようとしていることが伝わってきます。金プリとの過去。 平野ノシが所属していたキングプリンスを王道のアイドルグループとしてスタートしました。しかし彼らが王子様系のイメージから脱却しようとした際には一部の論調で SNSA で物議を醸しました。平野ノシは自身の音楽志向やダンスパフォーマンスにおいてジャニーズ事務所がオスキンプリの路線とは合わなかった可能性があります。 役者としての挑戦。平野志耀は俳優としても活動しており、2018年の花の千晴れや2022年の黒詐欺などでその実力を発揮しました。しかし、彼は役者業には消極的だったと言われており、音楽活動に力を入れることを望んでいるようです。ジャニーズ事務所との違い。ジャニーズ事務所の社長であった藤島樹林恵子氏は、 タレントの映像路線を推進しており、国内のドラマや映画などに力を入れていました。これに対し、平野耀は音楽とダンスパフォーマンスを通じて海外進出を目指す意欲を持っており、方向性の違いが浮き彫りになっていました。新たな挑戦へ。平野耀は、ハイブランドとのコラボレーションにも力を入れ、その活動を SNS で積極的に発信しています。 これからも音楽とダンスを中心にしつつ、国際的なステージに挑戦し、新たなスタートを切ることが期待されています。平野志耀が示唆した、金プリからの完全卒業は、彼自身の音楽への情熱と探求心が背後にあります。ジャニーズ事務所の金プリとの方向性の違いから、彼は新たなステージに挑戦する決意を固めたようです。 音楽とダンスの才能を活かし、世界進出を目指す彼の新たなステップに期待が高まっています。彼の第2章が間もなく幕を開けることでしょう。